国立研究開発法人国立環境研究所は、茨城県つくば市小野川に存在する日本の国立研究開発法人の一つで、環境問題に関する公的研究機関。略称は国、玉城県、ニーズ。建物設計は、大谷幸男つくば市小野川16番地2に,に所在する、環境問題に関する公的研究機関である。 建物は5つの建築群から構成されており、それぞれが固有の空間構成と形態をとっていながら、コンクリートと構造部材を統一的な造形要素とすることにより、施設全体の統合感を保っている。環境を意識した作りとなっており、施設内に赤松を残しているほか、排水を所内の池で調整する等自然の保全に努められた施設となっている。環境研究業務と、 環境情報の収集、整理、提供業務が主なミッションであるが、環境研究業務では以下の7分野が重点研究分野として提示されている。地球温暖化をはじめとする地球環境問題への取り組み廃棄物の総合管理と環境低負荷型、循環型社会の構築化学物質等の環境リスクの評価と管理多様な自然環境の 保全と持続可能な利用環境の総合的管理開発途上国の環境問題環境問題の解明、対策のための監視観測また、これらの分野のうち研究資源の重点的配分等を実施する課題として特に重要なものが提示されている。地球温暖化の影響評価と対策効果成層圏保存層変動のモニタリングと、 気候解明内分泌拡乱化学物質及び大キシン類のリスク評価と管理生物多様性の減少気候の解明と保全東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理大気中微小粒子状物質ディーゼル排気粒子等の大気中粒子状物質の動態解明と影響評価このほか、基盤的調査 研究の充実及び知的研究基盤の整備なども目標とされている。人用は研究職を中心とする常勤職員約270名のほか、約600人の外来研究者を受け入れている。イネットなど環境情報を公開し共有することにより国民の環境に対する意識を高めさらに実行ある効果を上げている。気候変動に関する 政府官パネルに協力しており、IPCC 第四次評価報告書には79論文が採択された。また、IPCC のノーベル平和賞受賞後に、当研究所出身の14人の研究員に対して、IPCC から感謝状が送られた。大戦疑念佐々学近藤次郎江上信夫は、慶一郎小泉明市川厚志新鈴木継光。 石井義則大井原稿史陽一大塚、龍太郎大垣新一郎獣、名称渡辺春森2014年3月31日、国立環境研究所の女性研究者が、筆頭著者の論文に改ざんが見つかり、女性研究者の不正責任が公式認定された。女性研究者は、国立環境研究所を雇い止めとなり、大学の調査に応じなかった。この事件で、 女性研究者のほかに不正責任が公式認定された筑波大学の男性教授、女性講師は辞職後にそれぞれ停職6月相当、有出解雇相当の処分を受けたが、国立環境研究所は女性研究者を何も処分しなかった。ありがとうございます。